イセリア貝殻虫、イセリア貝殻虫、会津や貝殻虫、学名はオーストラリア原産の貝殻虫の一種。柑橘類栽培における農業害虫として甚大な被害を与えたことで知られるが、有力な天敵であるベダリアテントウの導入によって制圧され、農業上の被害はほとんどなくなった。ただし本種は非常な多色性で極めて多数の種の樹木に寄生するため、公園など天敵の少ない農地以外の場所では時に大発生することがある。和名はイセリア貝殻虫と表記されることもあり、別名として綿吹き貝殻虫の名もある。滅生虫は樹木の枝に付着し、その姿は一見ではとても昆虫とは思えないものであるが、注意して観察すれば肉眼でも確認できる程度に発達した機能的な足や触覚を有しており、貝殻虫上科に含まれる昆虫としてはまだ昆虫らしい型である。楕円形の形は赤っぽい前半部と白い老物質からなる後半部に分かれるが、真の虫体は前半部であり、後半部の白い老物質のほとんどは卵嚢である。そのため卵嚢を分泌しない幼虫では後方の老物質がほとんどない。みかんなど柑橘類によくつくほか、南天や木樗など寄生する樹木は300種に上る。原産地はオーストラリアであるが、世界的に広がっている。日本には明治40年代、1907年から1912年に苗木について侵入したとされる。滅生虫は楕円型で扁平、長さは5から6ミリメートル、赤みを帯びており、分泌した老物質が乗って粗い凹凸がある。周辺からは白い毛が伸びている。体節や頭部、付属種など、昆虫だと判断できるものは通常の状態では見えない。ただし、これは頭部や付属種が腹面に隠れているためである。滅生虫、幼虫は後期のくちばりを深く挿入して宿主である植物体にくっついているが、それ以外の部分は密着しているわけではない。したがって指で触れば動かすことができるし、裏返して付属種を確認することも可能である。また、初期の幼虫だけでなく、成虫も自分の足で移動することができる。また成熟し産卵した滅生虫の体の後半部は白くて縦筋が入りとてもよく目立つ。これは滅生虫の腹面に卵嚢が作られて、それを包む老物質が分泌されたものである。これを破れば中から多数の卵が出てくる。有生虫は羽があり、滅生虫と交尾して、有性生殖するが、滅多に出現しない。オス成虫は、通常見られるメス成虫とは全く異なる形態をしており、生え目に含まれる昆虫のような外見をしている。日本の温帯域ではほとんどオスは観察されないが、南西諸島では、オスも観察されている。生殖にあたっては、多くの場合、メス単独での繁殖が行われる。年間に3世代。場合によっては5世代ほどを重ねる。なお、これは単多目生殖とされたり、メス個体が実は雌雄同体であるとされてきたが、より複雑なものであることがわかっている。本種は現在ではそれほど見る機会が多くないが、これは天敵による防除が成功を収めたためである。この方法はアメリカで始められたものである。アメリカへのイセリア貝殻虫の侵入は、1860年代後半である。当時侵入した貝殻虫数種の中で、この種が最も厄介であり、そのためにカリフォルニア州のみかん栽培は壊滅な打撃を受けた。当時の最新の防除法であった青酸ガスによる燻蒸も効果が低かった。そこで、当時のアメリカ農務省昆虫局長官であった C.V. ライレーは原産地で天敵を探し、これを持ち込んで放すことで貝殻虫を防除することを考え、原産地であるオーストラリアへ昆虫学者を天敵探しのために派遣することを計画した。しかしながら、これは予算が通らず、そのため、ちょうどオーストラリアに出発することになっていた、万国博覧会への米国代表委員団の一員として、昆虫学者のアルバート・ケーベレを送り、密かにイセリア貝殻虫の天敵探しを命じた。ケーベレは、オーストラリアでこの貝殻虫を食べるテントウムシ、ベダリアテントウを発見した。彼はこのテントウムシを1888年と、その翌年にかけて何度も本国へ送った。このテントウムシが放されると、どの未開園でも貝殻虫の被害は皆無となり、周辺の樹木にいた貝殻虫までもほとんど絶滅に近い状態となった。誰もが驚くほどの大成功であった。これは、天敵の人為的な導入による害虫防除の最初の例である。このため、天敵導入による害虫防除のことをケーベレ法と呼んだこともあったという。アメリカでの大成功を受け、世界各地でベダリアテントウの放し飼いが行われ、多大な成果を上げた。このため、しばらく海外から天敵を導入するのが流行したとも言われる。日本ではアメリカでの成功を受け、台湾総督府の白木徳一が1909年にカリフォルニアからこのベダリアテントウを台湾に導入、そこで増えたものを翌年に静岡に導入した。静岡では1908年にこの貝殻虫が発見されたばかりであった。静岡県立農業試験場がこのテントウムシを増殖させ、1912年にこれを各県に配布し、いずれも素晴らしい成果が得られた。現在に至るも、この貝殻虫はその数を減じたままである。ベダリアテントウも見かけることは少ないが、人知れず活躍している証拠と言えるだろう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。